参考人日々の参考人の順にご意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答えいただきたいと存じます。また、ご発言の際は、挙手をしていただき、その都度委員長の許可を受けることとなっておりますので、ご承知おきください。なお、参考人のご発言は、着席のままで結構でございます。それではまず、せや参考人にお願いいたします。 はい、せや参考人、はいえー、それではあの、せいやでございますが、法案につきまして、所見を申し上げたいと思っております、あのいろいろな利害というのは、それぞれのレベルにあってあると、企業には企業の利害がありますし、個人には個人のもあると、もっと突き詰めていきますと、省、ま、域、あ、があり、あるいは国益とやつがあると。 そうすると例えば今の国際的な緊張の問題、あるいは TPP において議論が非常にその厳しくなっておりますこの国際間の通商問題と、といろんなレベルでそういったものはあり得るんだと、それが一つの国家間の駆け引きといったらなんでございましょうけど、そういうタクティックスの問題であると、したがってこういう問題に携わるものは非常に高度のレベルのです、ね、国家としての機密を保たなくてはいけないと。 この辺につきましては、先生方もですね、一様にご理解いただけているんだろうと思います。そういう意味,に意味合いにおきまして、本来、うん、分かった、本来、この問題は、わざわざこういう法案を作らなくてもいいんではないかと思うところもありますけれども、これだけいろいろな意味での外圧が強まっている中、やはりこれに対するその、ペナルティといいますか、秘密を守っていくということに対して、 規制がかかってくるのは、いやもう得ないのではないかと。でちなみに私は、あの、個何か,か、5回目ぐらいかな、参考人して出てるんですけども、ほとんどんは、金融経済、あるいは金融に関する問題でございまして、今回の問題は全く、あの、いわば問題感ではございますが、ただ私は一市民として、一国民として、ある発言の場があるならば、それは申し上げると思ってたんですけども、たまたま今日こういう機会を得たんで、申し上げている次第でございます。 それで、この問題を深く掘り下げていきますと、結局はその程度問題になっていくんではないのかなと、例えばその民間といえども、ですねそういう重大なあの国家機密に関与する場合もあり得ないわけではないと、まあ、あまああり具体的に挙げるのはどうかと思いますけど、例えば防衛産業に携わる社員さんと、例えばここの会社は今、 我が国軍の使っている最新鋭のミサイルなんかやってるんだと、その設計に携わっていると、あるいはもうちょっと分野を変えて言いますと、今大変問題になっております原子力発電の問題につきましてもそのトップの技術者というのはある意味において非常に資金用の一つの金用機密だろうけども、それが結局、国益と重なる部分が随分出てくるんではないかと、こういう感じはいたしております。 そういう意味におきまして、あのまあ、その予見の変化といいますか、戦後何十年、私は今年77年にないますから、<laughs> 年の取っ,ってもしょうがないんですけど、戦後の混乱とか、戦日,本日本が占領された時代を考えますから現在まで考えますと、今までは日本というものの国の権益がやっぱり日米の傘のもとに必要以上に保護されておったという感じにはしないでもないと。 その弊害といいましょうか、そういうことと形として、やはりそのその国益、ナショナルインタレストに対して、随分鈍感な国になっちゃったんじゃないかなという、そういう感じも実はいたしているわけでございます、そんな意味であの今回、そういうものを引き締めるためにあの、こういうものはできてきたということは、ある程度じ、時代的な流れかなと、ただ、先ほどその程度問題と言ったのは、 どこまでやるかというふうにつきましては、例えば国家権力によりまして、われわれ民間のです、ね、企業に携わっているものまでが、そういうものの処罰の対象になり得ると、そういうことは、ね、どうなのかなと私は疑問を持っていますで我々。私は銀行員でございますから、銀行員の場合には取引所を知り得たお客さんの秘密、いくら預金持っているとかね、不良債権が何本あるとか、こういう問題は、 これは、もちろん現役の時代は、ああ、お話も何もしていきませんし、退職後といえどもこの問題は守るべきだと。じゃこれは法律といえばだと。じゃこれは法律といえ法律なのかというとそうじゃなくて、これは企業倫理の問題なんですよ。だからその、その倫理でもって立してるんだと。ほんで今まで何年かやってきまして、さほど大きな問題は起きないと。最近あの、都市銀行で反社勢力に起きまして、ある問題が起きまして、やっぱりこの辺でなんか呼ばれて <laughs>、 <laughs> 参考に質になったようでございますけれども、ちょっとこれとはまあ別になりますけれども、結局、我々とすれば、そういうものは一つの企業の行動原理として、それは立手的にやっているんだと、もしそれが毀損されると、いやおなしにその企業はお客さんから取引をやめられちゃうとか、逃げられちゃうと、そういった意味の実質的なペナルティーを受けると。 そこはあえて懲役何年なんていうですねそんなもので設けてやる必要はないのではないかなとそういうふうに思っておりますですから、まああのえー、私の私のを見てうなずいていらっしゃる先生もいらっしゃるので大変心強いのでございますけれども、まあまあ、私はこの問題についてはそれ以上でもいかでもないとしたがってこの法案に該当するそのナショナルインタレストそれに害する 範疇を極力絞ってですねそこに集中的に適用されたらよろしいのではないかとまたこのように思っております私の意見はあの以上でございますご清聴ありがとうございましたありがとうございました次に江藤参考人にお願いいたします江藤参考人、はいえー、弁護士の江藤陽一でございます、えー、本日は 一党一派のみならず、また選挙区のみならず、全国民を代表する先生方の前で、えー、このようなお話をさせていただく機会を与えていただきまして、本当にありがとうございました。私は、法律家の立場から、この法案の問題点を指摘させていただきたいと思います。すでに衆議院で、えー、修正されておりますので、そのことを前提の議論とさせていただきます。まず私は 国民の知る権利の重要性と申しますものはすでに昭和44年11月26日のいわゆる博多駅前事件の最高裁の決定において、えー、認められておりますそこではあ憲法上認められている報道の自由取材の自由がこの知る権利に奉仕すると 明言されておりますしたがって、この国民の知る権利は、憲法上尊重されなければならないことは言うまでもございません、えー、まあ下級審の裁判例の中には、この知る権利は憲法上の権利であるとまで明言したものが散見されるほどでございます、いずれにいたしましても、この国政の運営に当たりましても、最大限の尊重をさせていただければいただかなければならないと、このように考えております。 ところが、この法案を見ますと、第22条、雑則のところに、この国民の知る権利の保障に資する報道、または取材の自由に十分配慮をすると、この、まあ、いわゆる配慮規定が入っているわけでございますが、いささかこの扱いが私は軽気に失しているのではないかというふうに考えます。まず第1条で、この知る権利こそ大事だ。この知る権利と、 国の安全保障上の秘密をどういうふうに調整させるかということがまず述べられなければならないのではないかとこういうふうに思うわけでございます。したがって、この知る権利とおお特定秘密の指定とのバランスを考えなければならないこの法案あるにもかかわらずどうも特定秘密の保護の必要性が過剰に強調されているのではないかとこういう懸念を持っております。 政府の保有するすべての情報について、えー、国民がアクセスすることができ、えー、秘密指定による制限はむしろ例外的なもの,ものであるということがまず確認されなければならないのではないかというふうに考えております。実はこの点に関し、この6月、つわね原則というものが発表されまして、人権保障と 安全保障上の秘密の保護との調整を考慮した国際水準の法原則として、えー、提供されております、これは本当に尊重に値するものではないかなというふうに私ども考えております、それを直接、この場で法案に盛り込めという趣旨ではございませんが、その趣旨は十分に生かされるべきであると、こういうふうに考えております。 そこでこでの国民の知る権利と特定秘密保護の必要性とのバランスの問題でございますが、この先ほど、せい参考人からもございましたように、特定秘密の保護が我が国の安全保障,保障上必要だということはそうかもしれませんが、その安全保障の受益者は、文字通り国民に他なりません。従って安全保障を理由とする秘密であっても、それは究極的に国民の利益を守ると。 といいいうう義がなななければならないとこのように考える次第でございますしたがって憲法上保障されている基本的人権、ないしこれと同等の保障を要する国民の権利の侵害に関する情報、ないしその恐れのある情報は秘密にされてはならないと考える次第でございます。安全保障上の利益は国の利益であり、それは政府の利益ではなく、各省庁の利益でもなく、またお役人の利益でもございません。 違法秘密は言うまでもなく、このような政府の利益、省庁の利益、お役人の利益を秘密指定してはならないということが、まず確認されなければならないのではないかと、このように思うしだいでございます。秘密指定をしてはならない事項を義務規定として明文でさ定めるべきではないでしょうか。本法案には秘密指定の禁止に関する義務規定が一切含まれておりません。 行政機関に対する権限付与規定のみが突出しており、非常に禁制の取れていない法案となっているという気がいたします。秘密指定の方法とその有効期間についてでございますが、法案第3条に定める指定方法は、まず別表が広きにしし、特定性に欠けるのではないかと考えます。また、指定要件である、我が国の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるため、特に取得を することが必要ということも、これまた抽象的であり、判断権者の恣意的な運用を免れないというふうに思います。指定の有効期間は60年まで延長することができることとなっております。それ自体長きに失し、そもそも秘密指定の必要性すら疑わせる事態と考えられるところでございます。しかも例外的に60年以上秘密できる事項がございますが、 その中を見ますと、主体に見ますと、第5号、暗号を除き、むしろ悪用や弊害の懸念があるというふうに考えられます。秘密指定の解除に関しましても、単に要件を確認に至ったときと定められておりますが、もともとの要件が曖昧である以上、この解除もまた恣意的にならざるを得ないと考えられるところでございます。 さて、そうは言いましても、この秘密指定されましたら、その秘密について保護措置が取られなければなりません。この秘密指定の保護に関し、法案では秘密を取り扱わせる職員の範囲を限定し、それ以外には秘密指定、えー、特定秘密の保護に関し、必要なものとして、政令で定める措置を講ずると、定めているに過ぎないのであります。特定秘密の物的管理こそ、 秘密保護の要であるのに、これを政令に任せ、しかも白紙,しに白紙委任しており、物的管理に関し、極めて責任感の希薄な法案となっております。平成23年8月8日に提出された秘密保全のための法制の在り方についてと題する報告書がございますが、その中で立法事実とされた各種漏洩事件がございますが、いずれも秘密を扱う職員以外の者による漏洩でございました。 つまり秘密を扱う職員以外のものが容易に持ち出したことによって漏えいされたのであります。ならば、この管理こそ厳重であってしかるべきであるのに、この点の問題意識がこの法案には全く欠けていると言っても過言ではございません。最も大事な物的管理をなおざりにし、重罰により国民を威嚇する内容のこの法案は、あまりにも旧態依然としたものではないでしょうか。 この物的管理の問題とともに、公務員の業務の過程で作成された文書やメール等の電子媒体の保存につき義務規定を設け、文書等の破壊行為を禁じる旨の明文の規定を置くべきであると考えます。そうしなければ、例えば、相手国において開示されながら、我が国においては文書が存在しないので開示できないという主張が堂々と まままかりとってしまうことがございますその危険を感じるわけでございます。なお、管理を行う職員についての適正評価に関しては、その適用範囲があまりに広すぎ、プライバシー侵害や思想調査による思想介入が懸念されるところでございます。えー、この特定秘密につきましては、これを提供できることになっておりますが、その2つの場合について、えー、少しく意見を述べさせていただきたいと存じます。 えー、特定秘密を提供できる場合につき、外国政府に提供できる場合と、国会に提供できる場合、9条と10条に記載ございますが、この外国政府に提供できる方が要件が軽く、いかにも国会軽視の勘を否めないという気がいたします。国民に提供されない情報が、外国政府にやすやすと提供され,提供されるということ自体、 国民主権を空洞化させない危険をはらんでいると考えるところでございます。また、外国政府に対する場合も、国会に対する場合も、いずれの場合も行政の恣意的判断を排除できていないということが問題でございます。とりわけ、国会との関係では、秘密保護に関し、行政優位の姿勢が保たれており、憲法の想定する統治機構のあり方を歪めているのではないかとの懸念を払拭できません。 後に述べるように国会の行政に対する監視機能を強化すべきであるというふうに考えます。そこで秘密指定の適法性、妥当性の検証について、えー、意見を申し述べさせていただきます。この秘密指定の問題点は指定された秘密が果たして適法妥当なものか否かが国民にはわからないという点にございます。知らしむべからずよらしむべし。 の姿勢は現在の民主主義国家にそごわないものでございます。そこでその検証が適切に行われなければならず、その手立てについて、えー、申し述べさせていただきます。まず第一に、検証のための第三者機関を新たに設けることが考えられます。第三者機関と言えるためには完全に独立した第三者性が保持されなければなりません。 したがって内閣や行政庁の中に設けられたいかなる機関も第三者機関とは申せません。第二に国会の国政調査権の拡充が考えられます。法案の第十条一項一号では不十分であります。そこでは提供する場合の要件も定めておりますが、それ以前の問題としてそもそも秘密指定したことの適法性、妥当性が問われなければなりません。 行政が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす恐れがないと認めたときに情報を提供できることとなっております。しかし、そのような情報など、もともと秘密にする必要などなかったものでございます。これは三条一項を見れば明らかでございます。つまり、第十条一項一号の分野は、行政から見ますと、もともと秘密指定したのは安全保障上著しい支障があるからであって、 そうでであるる以上国会ににも提供できないいと言っているにすぎませんこの条項によって、国会に提供できる場合とはいかなる場合か、私考えてみましたところ、おそらく我が国の安全保障に著しい支障がなくなったにもかかわらず、いまだ秘密指定が解除されていないものに限られると、こういうことになるかと思います。 無条件で提供するのでない限り、国会の監視機能もおもつかないものになるのではないかというふうに考えます。第三に、えー、国民による直接の検証監視が考えられます。そのために情報公開法がございますが、残念ながらその内容は必ずしも十分なものではございません。最低限、裁判所におけるインカメラ審理は不可欠であると考えます。 また公益通報者、内部告発者の違法秘密の通報告発に対しては適切な法措置が講じ,な講じられなければならないというふうに考えます、えー、最後に罰則のもたらす影響について、えー、一言申し直させていただきます罰則による威嚇には大変甚大なものがあり雑則に抽象的な配慮規定を挿入した程度では解消されませんまた道場2項は もっぱら第22条2項は、もっぱら公益を図る目的以外のものは、政党の業務ではないと言っているに等しい状態になっております。もっぱら公益を図る目的というだけでは、あまりにも狭すぎ、つまり処罰範囲を広げた結果になり、かえって執行硬化を強めているのではないかということが懸念されます。刑事責任は犯罪の構成要件該当性。 違法性、有責性の三つが揃って、初めて問えるものでございます。このうち、正当業務行為と申しますものは、このうちの違法性の阻却自由とされております。公正要件該当性まで阻害されることにはならないわけでございます。ところが、実際の司法の実務のレベルでは、この公正要件該当性のレベルで、 逮捕状、勾留状、捜索、差し押さえ令状が発布されることが予想されます。密指定の要件そのものも曖昧でございますが、この刑罰規定も曖昧かつ広すぎ、財刑法定主義に反するのでないかがさらに懸念されるところでございます。また、第25条に言う、共謀、共唆はいわゆる独立犯でございます。刑法上の共謀、共唆とは異なり、 本般の実行行為がなくとも、それだけで独立に処罰の対象となる、加えて、えー、未,出未遂、過失が処罰されることとなっており、処罰の範囲の広がりが途方もなく、その,がそのことだけでも、計りしれない執行罰を与えるのではないかということが懸念されるところでございます。えー、第24条の日 特定秘密の取得行為に目的を加え、目的犯としたことは、反法の前進であろうとは思います。しかし、そもそもの管理侵害行為なるものが曖昧であり、拡張的な運用が懸念されるということについては変わりございません。いずれの場合も、実際の捜査段階では、ほとんど考慮されることなく、令状が発布される可能性を否定できません。したがって、裁判において無罪になればこと足りるということではなく、 逮捕・拘留され、あるいは捜索差し押さえを受けるという、そのこと自体が大変な不利益であり、しかもその損害は回復し難いものがございます、あるいはさらに、逮捕や捜索さえ必要なくなる危険があります、逮捕するぞ、捜索するぞという文字通りの威嚇が国民を黙らせ、萎縮させることになるのではないかということを恐れるところでございます。 先日の自民党の石破幹事長のテロ発言は第十二条に定めますテロリズムの定義と規定と関係しておりますこのテロリズムの定義をお読みいただければわかりますが単なる自分の意見を人に強要することが目的ではなくそれ自体がテロリズムというふうに読めるような文,文章構造になっております そうではないと森大臣は答弁はされておりますが、文章そのものを見ると、不当点の付き方を見ると文字通りそのように読める。政府はそうではないと、大臣はそうではないとおっしゃられますが、石破先生の御発言に沿った解釈がなされる以上、この法律が言論弾圧、政治弾圧に利用される可能性を示唆しております。以上の次第でございますので、 私はこの法案は小手先の修正では是正できない重大な欠陥を有しており、廃案にすべきと資料するところでございます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。次に、日々の参考人にお願いいたします。日々の参考人。はいえー、こんにちは、えーえー。日々のでございます。えー、本日は、 このような場に発言をする機会を与えていただきまして誠に光栄でありますありがとうございます今日は一新聞記者としてそして全国の多くの新聞記者が加盟する日本新聞労働組合連合の代表としてこの場に来ておるところです日常的に取材そして報道の仕事に携わる者としてこの秘密保護法案には 極めて問題が多く、国民の知る権利に奉仕する、えー、取材、報道の自由を大きく損なうものであるということを、えー、指摘させていただき、廃、えー、案にするように、えー、求めたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、まずはじめに、えー、この法案には知る権利、取材、報道の自由、えー、が盛り込まれている。 ありまますすが、えー、その評価についいいて述べたいと思います、えー、法案第22条で国民の基本的人権を不当に侵害することがあってはならず国民の知る権利に資する報道または取材の自由に十分に配慮しなければならないというふうにされております当初の原案になかった知る権利への言及があり政府答弁ではこれで報道や取材 が過剰に規制されることはないというふうに説明を受けておりますが、私にはとてもそうは思いません。同じ22条の2には、取材行為について、著しく不当な行為と認められない限りは、正当な取材だとしております。この著しく不当な行為とは何でしょうか。極めて曖昧であります。 これまでの政府の説明では、取材対象者の人格を著しく蹂躙する、そういったものだと説明されております。えー、また森大臣は、衆院本会議で単に主席、お酒の席ですね、において情報を得る行為は不当な行為に当たらないというふうに答弁されています。しかし、こういった説明も極めて曖昧であります。 一しくというのは何でしょうか。取材内容によっては、私たち記者は、現実には相手に対して厳しく迫る、言葉としてき厳しく迫ることは少なくはありません。また、単にというお酒の席と、そうでないお酒の席があるのでしょうか。公務員の皆さんと、また関連の皆さんと、 そして国会議員の先生方ともお酒を飲みながら取材をするも、もしくは取材につながるようなお話をするということは私にとっても、そして皆様方、先生方にとっても日本の中では普通にあることだと思います。新聞記者にとってもそういったお酒の席というものはですね、単にだろうが、単に,だ単にではなかろうが極めて日常的な え、ことであると思います。法案の内容や政府の説明は、こうした取材、報道の現場の事情からは、極めてかけ離れた、非常に非現実的な規定であると、まず指摘させていただきたいと思います。そもそも、この22条の配慮するというその主体は誰でしょうか。取材、報道する側の 意向に関係なく捜査当局が配慮するわけですからこの規定は明らかに捜査当局に配慮してもらうように取材中も自分でいい子になれ規制しろと言われているというふうにしか思えません率直に言って私たちにとってどのような形で取材をするのかその手法について当局に いろいろと指図される筋材ではありません重要なことはこれ重要なことですその取材によって国民読者の知る権利に応えられるかどうかであります私たち新聞ローレンは国際ジャーナリスト連盟 ifj に加盟しております取材の手法についてこのようにいわば橋の上げ下げのように当局の介入を許すような法律は先進国では他にないと いいうふうふに聞いておりますそもそも知る権利、報道と取材の自由が追加条項として盛り込まれたとしてもですねこの法案が成立すれば私たちの取材相手であるそして情報源でもある公務員の皆さんがそして関連の皆さんがこれまで以上に萎縮して国民そして読者に知らせるべき 重要な情報も出てこなくなる、これは確実であると思います。報道の除外規定があったとしても、取材対象者が過剰に萎縮してしまう、それが全く機能してない、その例はすでに個人情報保護法の施行によって明らかになっていると、私は指摘をさせていただきたいと思います。2005年の個人情報保護法の施行以降、 警察を筆頭に全国で官庁の出す情報から個人名が消える傾向にあります。都道府県警は今、例えば交通死亡事故に関する発表で A さんが B さんの乗用車にはねられて死亡したというような発表を当然のようにするようになっています。本当にこの事故があったのかというようなことも疑わざるを得ないような 発表情報提供が堂々となされているという実態が増えております個人情報保護法には報道除外規定が入っておりますしかし情報を出す公務員が過剰に反応し今やそれが当然のようになっているそれがさまざまな社会的支障を起こしていることは議員の皆様方もご存知の通りではないかと思います 秘密保護法案は秘密をもたらすよう、強さした人や、扇動した人を処罰対象としております。これでは、実際には秘密情報を取得できなくても、そして報道に至らなかったとしても、秘密を取り扱っている相手に接触し、取材しようとしただけで、強査や扇動の罪が成立してしまう可能性が強く、重大な懸念を抱いております。また、形式的に、 犯罪に該当する。しかし、接触したことですね。公益的目的、かつ正当な取材であれば、許すという、この法案の構造自体が非常に問題であるというふうに指摘させていただきたいと思います。なぜなら、裁判で無罪になるかもしれないけれど、訴追はできるということであります。要するに、取材や報道の邪魔がすることが可能だと。 いうことであります。その一番、そのもある問題の一番報道しなければならないタイミングで、そういった圧力があれば報道はできません。そういったツールをですね、時の権力が握るということになります。その恐ろしさをぜひ、多くの皆さんに、議員の皆さんに自覚していただきたいなというふうにえ訴えたいところです。まだ、 仮にですね、記者、ジャーナリストが処罰対象にならなかったとしても、情報を記者に提供した人を逮捕、起訴してしまう、そして公判を維持しようとすれば、その記者は無関係ではいられないということです。捜査当局は、記者にどのような情報が提供されたのか、立証するために記者のメモや資料を押収したり、新聞社やテレビ局の捜索に入ることもあり得ます。 こうなれば仮に記者が逮捕されなくても報道に対する事実上の弾圧が可能になるというふうに考えますえ知る権利はそれをいくら振りかざしても国民、読者に伝えなければならない情報は出てきません自動販売機にお金を入れれば缶コーヒーが出てくるそのようなわけにはいかないのです法案に 国民の知る権利と報道、取材の自由を入れたら国民にとって重要な情報が出てくるというわけではありません。これまでも、これまでにも述べたようにですね、取材、報道は人間対人間の極めて泥臭い仕事であります。情報は人間から取るしかないのです。私はこういった泥臭い新聞記者、ジャーナリストの営みが 全国各地で行われているからこそ、日本の民主主義と民主主義の文化が成り立っているのだと思います。その意味で、この法案が成立すれば、主権者たる国民が正しい情報を得られるず、正しい判断ができない、そして日本の民主主義を根底から脅かすものになると言わざるを得ません。秘密を取り扱い公務員と報道機関の接触に、 規範を設けるかどうかという議論についても考えを述べさせていただきたいと思います。結論から言いますと、このような倫理規定はどのようなものであっても不要だと指摘したいと思います。既に述べたとおり、取材や報道の現場は極めて個別、そして具体的であり人間臭い作業です。規定や規範を念頭に仕事をすることはあり得ません。 規範などは取材現場に萎縮効果をもたらすだけだと、ここで強調させていただきたいと思います。また、新聞記者の立場として、同じ報道表現に携わっているフリージャーナリストの皆さんの立場でも一言申し上げたいと思います。法案では、報道の業務に従事する者の,の取材行為については保護されるとなっております。報道の業務に従事するというのはどういった人なんでしょうか 誰が線引きをするのでしょうか、これも捜査当局になるわけです。今、日頃は別の仕事をしながら、取材活動を続けている、そういったフリージャーナリストはたくさんいらっしゃいます、新聞やテレビだけでなく、インターネットメディアでさまざまな人が発信を続けているわけです。こういった人たちの中で、一体誰が報道の業務に従事しているものなのか。 そういったことを常に捜査当局が監視するというようなことになるのは極めて不健全な社会になるんではないかなというふうに思わざるを得ません健全なジャーナリズムは民主主義社会に不可欠な機能であります私の尊敬する通信社のある記者は最近の記事でジャーナリズムの本義は権力の監視にあると断言し,断言しておられますそして 権力の不正に関する情報は外部からもたらせることはないんだと。内側にいて間違いを正したい。そういった内部告発者からこそジャーナもたらされ、それがジャーナリズムを機能させているんだと。いうふうに指摘されております。すべての人や組織に矛盾があります。そのように、あらゆる権力も矛盾をはらんで、必ず不正や腐敗があると思います。 権力の内部にいる公務員、公務員の皆さんは、時の権力に奉仕するわけではなくて、国民に奉仕するわけですから、不正を通報するのは国民の義務としても当然ではないでしょうか。権力の内部で不正を告発する人の存在は、ジャーナリズムの健全な成長にとって不可欠なことであると思います。そして、それは民主主義社会にとって不可欠な ものであると思います秘密保護法案は、この民主主義社会にとって不可欠な存在を、懲役10年の重い罰則で抑え込むことになる、これが日本社会と民主主義の健全な発展につながるとは到底思えないと指摘させていただきたいと思います。終わりに、国の政府の情報は誰のものかということに言,言及をさせていただきたいと思います。 政府の情報は主権者であり、ある国民のものであり、政治と政策に対し、私たちが適切な意見を述べるためには全てが公開されることが前提になっていると思います。私たち報道の仕事も主権者の判断に資することが重要な責務の一つだと、一つだと考えております。もちろん一定程度の秘密は、一定期間は公開できない、そういったものがあることも現実であると思います。 しかし法案では60年も秘密にできることになっている。60年後では当事者の多くは生きておりません。それでは検証や検証結果、効果からより良い政治と政策を実現することも不可能になってしまうのではないかと思います。さて、自民党の市場幹事長は該当でもテロ行為と共通していると指摘されました。撤回をされましたが、 の本質が解決されたとは到底思いません秘密保護法案では、テロリズムを政治上、その他の主義主張に基づくもし国家、もしくは他人にこれを強要するといったように定義しております、この通りなら新聞の社説やコラム、そしてあらゆるジャーナリストの原稿もテロ扱いされるのではないかという声が新聞記者仲間からも上がっております。 まさにこの部分にこの法案の本質が隠れているのではないかと指摘せざるを得ませんこの法案の審議を見る限り私たち報道,機関の危機感は報道関係者の危機感は増すばかりであります国会では処罰対象となりうる取材対方法について質問に答える範囲でしか説明をされておりません 当局なな恣意的な運用がが起きることととは確実だとほとんどの記者が考えております政府・与党は今国会で成立を急いでおられますが参議院は良,し良識の府であります衆議院のような強行可決は絶対に許されないと思いますこのような問題が多すぎる問題が多すぎる法案については廃案にすべきだと訴えさせていただきまして終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございました 以上で参考人の方々の意見陳述は終わりましたこれより参考人に対する質疑を行います質疑のある方は順次ご発言願います、はい、江島清君おはようございます自由民主党の江島清と申します今日は三人の参考人の先生方に本当にお忙しい中ご指摘を賜りましてご意見を拝聴させていただきますありがとうございまし